ラミンジェリ人は、アボリジニの区画部落を形成する民族の一つである。彼らは、ウガリンジェリ族の領土の一番西側に位置する、ビクターハーバーやポートエリオットを含む、エンカウンターワン、グール湾あたりに居住していた。現代では、先住民の土地に対する権利に対する抗議で、従来の領土よりも広大な領土を主張している。ラミンジェリ人が居住していた、 地域ラモンドジェリーヘリテッジアソシエーションインクは、ラミンジェリ人の領土は、南はカルタを含むフルリオ半島南部から、北はポートノアランガ、またはトレンズ川までであると主張している。しかし、カンガルー島が1万1000年前に、本土から完全分離した時よりも早い段階で、彼らがカンガルー島を所有していたという証拠はない。いくつか六千年前、五千二百年前、 4,300年前の小さな遺跡が発見されたが、それらが他の民族のものか、ラミンジェリ人のものかどうかは不明である。ラミンジェリ人の領土は1998年と2000年にオーストラリア連邦裁判所が表明した近隣のナリンジェリ族とガウナ人の領土と著しく重なる。言語学上の証拠によると、1836年にウィリアム・ライトが ラピットベイで出会った、先住民は、ガウナの言葉を話すものであったという。1869年のオンカパリンガがは1837年、アザラシ漁師のナットトーマスの案内のもとジョン・ラーソール、ブルの水域調査隊が、オンカパリンガで開催した満月の儀式で、ラミンジェリジンは、エンカウンターワンのアボリジニとして観察された。1930年代に行われた、 ロナルド・マレー・バーントとキャサリン・ヘレン・バーントによる民族史学の研究で6人のクカブラックが確認できたその後彼らがウガリンジェリ族として記述されるとラミンジェリ人はジャービス・岬からアデレードの南数キロ地点までを領有した。バーントは入植者がガウナ人を追い出したのでラミンジェリ人は貿易ルートに沿って領土を拡大しているのだと思われると断定した。 ラミンジェリ人は14の部族によって構成されていた。ラミンジェリ人には、マンティマンアリと呼ばれる部族の一員に警告や教訓が含まれた注意を促すトゥンアリ様式の歌がある。1802年サウスオーストラリア州のアボリジニで最初にカルタを本拠地としていた西洋人と調和の取れた接触をした民族とまでは行かなくても西洋人は地元の女性を狙って ラミンジェリ人の領土を襲撃した。これについて19世紀初頭、1836年、以前に和解が成立した。1830年代、ラミンジェリ人の男性は、保険者として、エンカウンター湾周辺で働き始めた。ラミンジェリ人の領土は1998年に、ガリンジェリ族の原告に提出された主張に左右され、判決は、現在も継続している。 しかし2009年、ラモンド・ジェリー・ヘリテージ・アソシエーション・インクの代表者、カルノ・ウォーカーは、ムガ・リンジェリー族による、主張の正当性に異議を唱えた。彼は、ラミンジェリー人は1998年に、ムガ・リンジェリー族が、2000年に、ガウナ人が主張した土地を含む領土を持つ正当な、権利を持つ所有者である、と主張しガウナ人とムガ・リンジェリー族を、ジョニー・カム・レイトリーズと呼んだ。 ネイティブタイトルの主張は2010年に連邦裁判所に記録され、ラミンジェリ人は、北はトレンズ川まで、西はカンガルー島まで、東はマレーマウスまでの2万平方キロメートルの土地を領有することになった。その後ウォーカーは、ラミンジェリ人の領土をティリーガリーまで拡大する様指摘の主張した。アデレード市議会が100万ドルかかる。 ビクトリアスクエアの再開発のマスタープランを発表した後、カルノ・ウォーカーとマイケル・ティーレとコミュニティ・デベロップメント・コンサルタンツ・イン・カンピス・テクノロジーは500万ドルかかるラミンジェ・リジンをテーマにした再開発をする様申し出た。彼らは民間開発者が2000台収容可能の地下駐車場の駐車場料金の収入を提供することによって成し遂げられると主張した。 ありがとうございます。